今や初冬の風物詩にもなっている境港総合技術高校の荒巻鮭作り実習。今日は地元三保湾で養殖された体長50センチ、重さ 1.7 キロの境港サーモン300本が用意されました。生徒たちはあらかじめ内臓を抜いた赤い身の鮭を一本一本丁寧に水洗いし、表面の水分を抜き取っていきます。そして塩をすり込んだりまぶしたりしながら、見事な手つきで荒巻鮭を仕上げていました。初めてここの作業をやるんですけど、塩をつけすぎると食べる方にしょっぱいとか辛いとか感じてしまう方がいるので、ここはちゃんと注意してやるようにします。美味しく食べてもらうために一生懸命頑張りました。甘塩で美味しいと評判の高校生が手作りした荒巻鮭。今年は来月2日の午前10時から境夢港ターミナルで販売される予定ですが、毎年短時間で売り切れるということです。